な、なに、昔の玩具がこんな値段だって。えらい驚きようだな。まあ昔の玩具の中には、どえらい価格になってるのもあるからな。すごい高値で売買されるよね。レトロ玩具とか本当にすごいわ。レトロ玩具は普通に数万円になることもあるよね。そういうわけで今回は高値で売買される昭和の玩具について紹介するぜ。どういうものが高くなるのか。一つ目は、UFO 戦士ダイアボロンのソフビ人形だ。メーカーはブルマークだぜ。昔のソフビって高いのも結構あるよね。レアものなんかすごい値段になるけど、これは参考価格どれくらい？133万円くらいだぜ。100、桁が違ってないかしら？違っていないんだぜ。これはブルマークが制作した巨大ソフビでな。巨大ソフビなのか。制作経緯は不明だが店頭用ディスプレイじゃないかと言われているものだぜ。確かに巨大なソフビって店頭用で見ることがあるわね。それならこれだけ高いのも納得がいくわ。非売品だしね。二つ目は、ジャンボマシンダー大砲バッファローだ。ボビーが出してた玩具だな。仮面ライダーのやつだっけ？大砲バッファロー。そうそう、そうだぜ。仮面ライダー V3 対デストロン怪人に登場する機械合成怪人だ。ジャンボマシンダーと対決させて遊ぶアイテムとして発売されたんだ。まあ怪人だもんね、そういう用途になるわね。参考価格は60万円から126万円。状態とかによってかなり変動するんだね。本作はジャンボマシンダーシリーズでもひときわ希少性が高いものだ。材質はソフビだが両肩の大砲にバネが仕込まれていて、ボールを入れて後部レバーを引くとボールが発射されるギミックがある。ギミック搭載のソフビっていいよね。私そういうのすごく好きだわ。状態がよく箱も揃っているようなものはかなり高額で取引されるぜ。三つ目は、スーパージャンボマシンダー110王ゴライオンだ。110王ゴライオン、東映のロボットアニメだな。その主役機のおもちゃなのね。スーパージャンボマシンダーというボビーのシリーズ自体が、希少性が高めでゴライオンはその中でもかなりレアだ。つまり結構な高額になるのね。75万とかそれくらいの値段がつくこともある。安くても10万円を超えてくるな。安くてもそれくらいはするのか。四つ目は、ビクトラー VJ7 ジャックタンクだ。ボビーが販売していた玩具だな。これも半券もののおもちゃなの？1977年に放映されていたジャッカー電撃隊の当時もの玩具だな。ジャッカー電撃隊？スーパー戦隊シリーズ2作目ダゴレンジャーの次だな。2作目なのか。4人のサイボーグジャッカー電撃隊が犯罪組織クライムの事件を捜査し、変身して戦う姿を描く戦隊ものだぜ。犯罪組織クライムって、ド直球すぎるネーミングだわ。ちなみにこの玩具は同シリーズのフィギュアも搭載できるから、結構大きめになっているぜ。結構いろいろ遊びがいがありそうだね。参考価格は43万円だが状態などによって開きがある。どれくらいの開きがあるんだろう。買取価格の場合、安いところだと4万円とかがあるな。それで販売価格を12万円とかにしてるぜ。十分高いけどなぁ、基準値がおかしくなってるだけで。5つ目は、ウルトラマンのソフビのエラー品だぜ。エラー品はずるくない、そりゃ高いでしょ。特にブルマークの酔っ払い顔と呼ばれているエラー品は高いぜ。酔っ払い顔？ウルトラマンが？ウルトラマンが赤ら顔になってるんだぜ。そんなウルトラマンは嫌だわ。当時のミスによりカラーリングが反転しちゃったエラー品だ。それが出回ってレアになったのね。出回った数はごくわずかだから本当に希少なエラー品なんだぜ。どれくらいの値段になるんだろう。36万円とか50万円とか、買取価格でも18万円とかになることがあるからな。ひえー、本当に希少価値があるんだな。6つ目は、超金属鉄人28号だ。販売元はポピーだな。圧倒的ポピー率。全部が全て鉄板でできていてマグネットで着脱できる仕様だ。おお、かなり面白い仕様だね。翔太郎や修理ロボを乗せて遊べるぜ。かなり遊べそうだし質感がいいから飾ってるだけで映えるわね。鉄板の質感がいいんだよな。参考価格は高くて30万円程度、安くて4万円程度だ。状態によってかなり開きがあるね。箱と付属品の完品だとかなり高くなるし、箱なし付属品なしだと4万円から6万円程度になりがちだ。本体のみでも普通にそれなりにはなるんだな。鉄人28号の玩具は結構高くなるものが多いんだぜ。レトロコレクターの需要だけでなく単純な鉄人ファンの需要もあるからな。かなりファンが多い作品だもんね。7つ目は、ジャンボマシンダーのゲッター1だ。ポピーが販売していたやつだな。またポピーだ、高額玩具のポピー率異常だな。まあジャンボマシンダーは昭和の人気玩具の代表格の一つだと言えるくらいだからな。
それだけ人気だから高いのも多いということなんだね。ゲッター1は腹部のシールが傷みやすくて綺麗に現存してるのは大変珍しい。お腹の部分シールなのね。それは劣化しやすいわ。だから状態がいいものは買い取り価格でも高額になるし、オークションでは言わずもがなだ。ゲッターも作品自体のファンが年代問わず多い作品だしね。ちなみにシリーズ内にある他のゲッターも高額が多いぜ。ゲッタードラゴン、ゲッターライガーなども10万円以上で取引されがちだ。やっぱりゲッターは人気なんだな。ちなみに元箱付属のゲッター2が30万円で落札されたこともある。ゲッター2も人気が高いからね。8つ目は、ザンボット3合体セットコンビネーションプログラム。これはどこが出してたものなの？クローバーだな。1977年から1978年に放送された無敵超人ザンボット3のセット商品だ。つまり革命家がセットになったもので個別の商品もあったのかな。ザンバード、ザンブル、ザンベースがセットになってて、合体形態を再現できるというものだ。そしてバラした状態でも飾っておけるというわけね。箱がアルビ品になると10万円を超える。箱なしだと一気に値段が下がり1万円から3万円程度になりがちだ。箱の有無で全然値段が違うわね。8つ目は、ポピニカボルテス5ボルトインボックスだ。ポピニカはシリーズ名、メーカーはポピーだぜ。またポピー、どんだけなのよ。それにしてもボルテスカー、これまたファンが多い作品だね。超電磁マシーンボルテス5の5機合体セットだな。単体でも販売されてたりする？単体でも販売されてるぜ。しかもどの機体も希少価値が高い上に人気があるから高額になりがちだ。それでこのセットはどれくらいの値段で取引されがちなの？高い場合は27万円とかそこらだな。オークションだと欠品ありでも35万円を超える取引もある。欠品ありでそんなにするの？逆に備品完品で11万円という取引もあるから、オークションの場合はかなりまちまちという感じだぜ。でも欠品があっても35万円の価値があると思う人もいる、ということなんだね。ちなみにパーツだけで2万円というオークションもある。パーツだけで。9つ目は、超合金ボールペンだ。メーカーはポピーだな。超合金のボールペン、何その気になるやつ。超合金ボールペンは応募券を集めてもらえた商品と、ボルテス5のボルトインボックスという商品に付属してたのがある。前者の金色左手はオークションにも滅多に出てこないんだぜ。まあ応募系のやつは高くなりがちよね。しかも左手用となると流通量はさらに少ないのか。参考価格は18万円程度だ。うお、めちゃくちゃ高い、ボールペンなのに。ボルトインボックス付属品だと1万円前後での取引が多いぜ。それでも1万円はするのか。10個目は、銀河鉄道39のドールソフビセットだ。ドールとソフビのセット？メーテルがドール、鉄郎がソフビなんだぜ。へぇ、面白い商品だな。どちらもかなり出来が良くてな。メーテルのドールは特に完成度が高くて人気がある。じゃあメーテルのドールだけの出回りとかもありそうだね。ドールだけコレクションで買ったという人もいるだろうからな。完品は希少価値が結構高そうだな。実際に箱が現存して2体揃ってる完品は希少価値が高く、15万円以上で取引される例もあるぜ。やっぱりそうなのか。にしてもメーテルのドール、なんか欲しくなる響きだわ。11個目は、プラデラのグレートマジンガー。大型基地科学要塞研究所だ。ポピーが販売してたものだな。グレートマジンガー、しかも科学要塞研究所。基地系の玩具って高いのよねー。定価からして高めな上にロボットより人気がないから、流通量が少なくなりがちなんだよな。だから中古市場でも高値になりやすいのね。グレートマジンガーは1974年9月8日から、1975年9月28日まで放送されたテレビアニメだ。マジンガー3部作ってマジンガー Z の後に、グレートマジンガーだっけ？そうそう、その次はグレンダイザーだな。最近ゲーム出てたよね、グレンダイザー。で、このおもちゃは端と島が欠品したジャンクでもかなり高額。それらが揃って箱入りとなると価値はかなり高くなる。製造コストがかかる超合金と比べプラデラはプラスチックだが、場合によっては超合金よりも高値になるわけだ。状態がいいものだとどれくらい？買い取り価格でも100万円という参考価格が設けられたりするぜ。ひえ、あまりに高すぎる。まあ、本当に滅多に見ないからな、そんなものは。大抵は何かが欠品してるのね。それか保存状況があまり良くないかだな。いやー、でもびっくりだわ。買い取りで100万だったら、販売価格かなりヤバいことになるわね。ここまで実際の高額玩具を見てきたが、最後にどんな玩具が、高額になりやすいのかについて解説していこうと思うぜ。お、その解説は結構助かる。どういうのが高いか知りたいわ。
まずは、レトロソフビだな。まあこれは今回見てきた商品でもかなりあったよね。ウルトラマン、ウルトラ怪獣、ゴジラ、ロボットものなどなど。それらのレトロソフビは高額になりやすいんだ。ソフビ好きって結構いるからねー。半券ものじゃないソフビを作ってるソフビ作家というのもいるほどだし、ソフビ作家の新作でも数十万とかそれくらいの値がつくしな。そうそう、ソフビって不思議な魅力があって、みんなそれに引き寄せられてるのよね。レトロソフビだと10万円以上の値がつくものは稀だが、買取査定でも1万円前後の価格がつくものは、かなり多い傾向があるんだ。買取でも1万円か、大量にあれば結構儲かるわね。もちろんオークションの取引価格はもっと上になるものもあるな。ちなみにタカトクトS、ブルマークのソフビは特に、高くなりやすい傾向があるぜ。ブルマークは今回の話でも何回か出てきたわね。確かにどれもかなり高かったわ。他にも色々あるんだろうな。次に語るのはブリキのおもちゃだ。今回は出てこなかったけど、確かに高額取引されてるイメージがあるわね。ブリキもソフビ同様に愛好家がかなり多い上に、ブリキ愛好家じゃなくてもレトロコレクター全体からの需要が高い。ブリキってソフビよりもわかりやすく、レトロって感じがするからね。しかもブリキ玩具のコレクターは世界中にかなりの人数いるから、買取価格が高くなりやすいんだ。確かにコレクター多いよねー。また、歩行ギミックなどのギミックがあるものも、高額になりやすい傾向があるし、半券者も高額になりやすい。半券者はその作品自体へのファンも加わるからね。20、30の需要になってくるから高額になりやすいのよね。バンダイのゼンマイ歩行バットマン、電動歩行パーマンなど、中には100万円以上で取引されるものもあったりするな。ひえ？ 100 万円以上、めちゃくちゃするな。ちなみにブリキのおもちゃは米沢玩具、旧バンダイに、超高額商品が多い傾向があるぜ。その2つのメーカーが特に高いのね。1万円から5万円程度だとビリケン紹介タカトクトSなどなど、いろいろなメーカーがあるけどな。なるほどな。なおペコちゃんの台座がブリキの人形は2万円から6万円程度が多い。なんかペコちゃんって謎のコレクター人気があるよね。また、鉄人28号だとコンディションが多少悪くても3万円から7万円と、それなりの高額になりやすいぜ。鉄人はファンが多いからねー。続いて、超合金だ。超合金も高額取引されるものが多いな。超合金も確かにそうだね。超合金に関してはソフビとブリキに比べると、価値が安定しがちなのが特徴だな。やっぱり劣化しにくいからなのかな。そうだな、他のレトロ玩具と比べて耐久性が高いのが安定しやすい理由だ。素材はダイキャストとかだもんね。超合金は頑丈だし飾る場所もあまり困らない。倒してしまっても心配ないくらいだもんね。そう、他のコレクター玩具と比べて気軽に所持できるのが魅力なんだ。確かにソフビとかブリキは保存や飾るのに気を使うしねー。熱に強い、日焼けにも強い、網に汚れもつきにくい。そう考えると最高だわ。超合金は1974年にポピーが発売したマジンガー Z をはじめとし、ブルマーク、タカトクトS、クローバーなど各種メーカーが、こぞって出していたぜ。まあでもバンダイのイメージが強いわね。まあ現バンダイのポピーが出し始めたものだし、未だに出し続けてるのはバンダイくらいだからな。超合金はどんなものが高額買取例が多くなるの？人気モデルのデッドストックや限定カラーの検証当選品、あとは付属品が揃った完品だな。やっぱりそこら辺は高くなるのね。ただ付属品が揃ってない中古でもそれなりの買取価格がつきやすいぜ。なお初代の超合金マジンガー Z は円ダイキャストと ABS で、作られているのが特徴だ。ダイキャストは劣化しにくいけど ABS は劣化しやすいから、注意しなきゃいけなさそうね。実際、少し注意した方がいいな。やっぱり安定してるんだな。また、超合金はレトロなものだけでなく比較的新しめの、DX 超合金や超合金魂でも高額取引される例があるぜ。一般販売されなかったりすぐ終わったりするからね。他にもポピーのシリーズ以外も割と高値になるから、超合金はいろいろチェックすると面白い商品だと思うぜ。というわけで今回の話はここで終了とさせてもらうぜ。いやー、まさか100万円を超えるものが結構たくさんあるなんてね。10万円以上となるとかなり多いしな、レトロ玩具はすごいんだぜ。いやー本当にそう、舐めてたわ。もちろんソフビやブリキ、超合金以外にも、比較的高額になる玩具はまだたくさんあるぜ。珍しいおもちゃは高くなるし、珍しくなくても状態が良ければそれだけで定価を超えるのが、レトロ玩具だよね。もしレトロ玩具が家にあって不要だと感じているのなら、一度査定に出していると意外な値段がついて面白いかもしれないぜ。
私もちょっと探してみよう。みんなは今回の話どう思った？良ければチャンネル登録や評価、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。